海上自衛隊護衛艦加賀の改修工事が終盤を迎えつつあるんだけど、F-35B 戦闘機の運用も本格的に始まろうとしていて、F-35B 戦闘機の配備先は、ニュータバル基地と決定したよ。今さら F-35B 戦闘機が必要なのかと疑問視される中、無人機導入も進みつつあり、次世代戦闘機が必要になるのかどうかも不明な状況へ向かっているな。世界中の兵器が一変している状況という声もあるらしい。今回は、護衛艦出雲、加賀における F-35B 戦闘機の運用について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。2022年11月現在、海上自衛隊最大の規模を誇る出雲型ヘリコプター搭載型護衛艦出雲、加賀の2隻に固定翼艦載機を搭載し、運用するための改修を段階的に進めているよ。ロッキード・マーチン社製の第5世代戦闘機 F-35 ライトニング2の中でも、短距離離陸と垂直着陸が可能な B 型を艦載機にする方向で準備が進められていて、実現すれば戦後初の航空母艦保有ということになるわけだね。日本では F-35 ライトニング2について、空自が通常滑走路仕様の A 型を105機、B 型を42機、合計で147機の調達分の予算化がすでに確定しているから、今のところ本国アメリカに次ぐ世界で2番目に多い調達数になっているんだ。実はアメリカ以外では F-35 ライトニング2の全種を対象にした場合、調達予定数が100機を超えている国は日本とイギリスぐらいで、次に多いオーストラリアでも72機なんだって。イギリスではクイーンエリザベス級航空母艦の1番艦でネームシップの、クイーンエリザベスと2番艦プリンスオブウェールズの艦載機として B 型のみが調達されているな。2015年前後、イギリスは F-35 ライトニング 2B 型の調達予定数をマックス138機ほどを計画していたが、近年は高価な機体の購入にブレーキがかけられ、予定より大幅減の48機になる可能性が現実味を帯びてきているとのことだぜ。こういったイギリスのような当初計画からの方針転換は、ヨーロッパの西側諸国にとって程度の差はあるものの、似たような状況で、冷戦終結後の流れとして、今後ヨーロッパでは従来のような形の戦争が起きる可能性は限りなく低いという判断があったからだね。イギリスを含むヨーロッパの西側諸国の多数が、ロシアを最大の仮想敵国とする方針は変わらないものの、従来のような戦闘機、艦艇、戦車、火砲といった兵器の数を削減する傾向が多かったんだ。しかし、ご存知のように2022年2月、ロシアがウクライナへの軍事侵攻を開始したため、地理的にロシアに近い旧東欧諸国のポーランド等を筆頭に、陸上戦力の大幅な増強を始めた国も出始めるようになったな。ロシア・ウクライナ戦争という非常事態の発生を受け、ドイツやイギリスなどの政権も軍事費増額を政策として打ち出したんだが、イギリスが再び F-35 ライトニング 2B 型の調達に動くかは不明だぜ。しかし、イギリス海軍のクイーン・エリザベスらの空母打撃群は、万一の事態に備えて北海に展開していると報じられるなど、同艦が就役するまで一時は保有が途絶えていた航空母艦を有効活用しつつあると見られているらしい。航空母艦クイーン・エリザベスらの空母打撃群はイギリス海軍所属だが、艦載機の F-35 ライトニング 2B 型は空軍の所属で、さらにこの艦はアメリカ海兵隊の飛行隊をも収容しているわけだ。理由として、イギリス空軍の F-35 ライトニング 2B 型の数だけでは、クイーン・エリザベスらの空母打撃群に必要となるキャパシティに余裕があることと、今後の同盟国としてアメリカとの連携を深める側面があるためと思われるよ。またアメリカの保有する強襲揚陸艦にも F-35 ライトニング 2B 型を艦載機とする運用が進められているんだけど、こちらも艦艇は海軍、艦載機は海兵隊と所属する組織は別だから、同機の性質を物語るものになっていると言われるね。イギリスやアメリカでの F-35 ライトニング 2B 型の運用方式と同じような手法が日本でも行われる予定で、出雲型護衛艦は海上自衛隊、F-35 ライトニング 2B 型は航空自衛隊に所属する予定での準備が進められているんだ。こういった運用体制について、
海自はこれまで敵の潜水艦への対潜哨戒を中心とした任務を想定していたんだけど、空自は対艦攻撃を主眼に置く想定だから、相入れないのではないかと連携の危うさを指摘する声もあるみたい。アメリカ軍ならばワスプ級やアメリカ級などの強襲揚陸艦に、戦闘機の F-35 ライトニング 2B 型を艦載機として用いるだけではなく、輸送機として多数の MV-22 オスプレイを運用する体制となっているな。MV-22 オスプレイはアメリカ海兵隊用のテルトローター機とその名前を知られている機体だが、従来から運用していた回転翼機で中型の CH-46C ナイトに比べると圧倒的な効率を発揮することでも知られている機体だぜ。実は MV-22 オスプレイは従来の CH-46C ナイトに比べて、移動速度は約倍、作戦行動半径はおよそ4倍、兵員の搭載量もおよそ倍、そして貨物の積載量では約3倍に相当すると言われていて、飛躍的に作戦の幅を広げているらしい。この MV-22 オスプレイがあるからこそ、アメリカ軍の強襲揚陸艦は迅速で強固な補給体制が構築できていると言っても過言ではなく、作戦遂行能力を非常に高度な効率で発揮できると推測されているわけだ。一方、日本の場合、出雲型護衛艦を回収して航空母艦化したとしても、航空自衛隊はオスプレイのような機体は保有していないから、物資や人員の大量輸送を直接担うのは事実上、困難と言わざるを得ないんだ。陸上自衛隊は V-22 オスプレイとして2021年度末の段階で9機保有している状態だけど、今後も航空自衛隊がこうした機体の調達を独自に行う予定はないから、そことの連携も必要になってくると思われるね。その場合、出雲型護衛艦等の艦艇が海上自衛隊、F-35 ライトニング 2B 型などの戦闘機が航空自衛隊、そして V-22 オスプレイ等の輸送機は陸上自衛隊と、すべての所属が異なるため、指揮命令系統の一元化が求められることになるな。こうした陸海空の3自衛隊にまたがる連携の必要性を考慮すると、調整が非常に困難というのは想像に難くないぜ。しかし、尖閣諸島などの南西諸島防衛という現実を考えた場合、どうしても横断的な運用を実現する必要があるんだろうな。ただしあくまでも試験だが、今まさに航空母艦化回収中の出雲型護衛艦2隻と、その艦載機の F-35 ライトニング 2B 型については、あまりに多くのものをその運用に求めすぎるのは酷ではないかという声もあるようだ。出雲型護衛艦は2009年平成21年8月末の次年度2010年の防衛予算概算要求で建造が計画されたもので、海上自衛隊としては初めて固定翼機の運用も視野に入れ、設計が行われたもので、いわば実験艦としての役割が大きいとされたんだ。2008年時点ですでに出雲型護衛艦に関しては、海自内部では F-35 ライトニング 2B 型を艦載機として運用する能力を見据えていたとされたけど、当時の時代背景を考えると政治的にも日本が航空母艦を保有するのはタブー視されていたみたい。そのため海上自衛隊が独断でこうした決定を下せないから、将来的な F-35 ライトニング 2B 型の艦載機化を視野に入れ、重量や大きさに対処可能なエレベーター、飛行甲板の使用を盛り込んだ点は評価されても良いという声があるらしい。先見の明があったと言いたいのかもしれないな。出雲型護衛艦は航空母艦化改修が終了しても、F-35 ライトニング 2B などの艦内への収容数は10機プラスアルファと見られ、この数は決して多くはないんだけど、固定翼機を運用する艦艇のテストケースと考えれば仕方ないとも思われるね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。